エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーです。はい、キリトです。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。あ、おめでとうございます。今年初めてですかね。初めてですね。そうですね、今年初めてで、また今年もよろしくお願いしますね。すいません、ちょっと生配信でやってるんで撮影の仕方が違うんですけど去年丸とひとしきりこれで最後の方はやり倒してたんで何でしたっけ。初詣でしょ今日。あ、そうですね、初詣ですね。だいぶ遅いけど、もう言って今日1月の16半分過ぎましたね。ですね、まあ半分過ぎたんですけど、2024年始まって一発目にいきなり地震あったじゃないですか。確かに。そう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 、うわー、なんか年明けていきなりこんな感じって思うじゃないですか。そしたら次の日もね、ほらそっちに向かうはずだった飛行機がね、ジャルとね、そう、ジャルの飛行機とやっちゃって、ジャルの飛行機燃えてしまったじゃないですか。あれびっくりで、映画でも見てるような感じで、いや、本当能登半島の方を中心にこう地震がひどくて被災された人たちいっぱいいると思うんですけど、大変だと思いますけど負けないように頑張ってください。としかですね、見えないですね。本当本当、エルちゃん、我々おもてなし武将隊が好きなんですけど、好きな武将隊っていうか、その武将は2人とも違うんですけど、その中でもですね、私、あの私私変な言葉が出ちゃうどうしていいの。俺がですね、個人的に好きな人だと名古屋の方のおもてなし武将隊で、名古屋メインがいるんですよ。言い回しっていうか、あ、この人たちいいなと思ったのは、特にまあこのタイミングで聞けば絶対心に響くと思うんですけど、去年まではほらコロナだったりとかいろいろあって、こう気分が下がってる日も多かったと思うんですけど、そんな時にですね、名古屋のおもてなし武将隊の工場がですね、もうほんと心に刺さるんですよ。今ちょうど名古屋の方でやってた加藤清正さんが熊本城のおもてなし武将隊の加藤清正様で来られてるんですけど、一緒にやられてた豊臣秀吉様の役の、あ、役ってない、豊臣秀吉様とあと陣笠隊だね、ね、の人たちと一緒にやるその工場がですね、下を向いててもダメだよって、言い方違うんですけど、みんなで苦しもうじゃないかとか、みんなで楽しもうじゃないかとか、そういう工場があるんですよ。よかったらですね、ちょっと一回それ検索名古屋のおもてなし武将隊で検索かけてもらうとありますんで、それ本当にね、心に来ましたから。俺はね、もうなんかこういろんなそういう刺さる言葉ってあるんですけど、まあこう最近だとその名古屋のおもてなし武将隊だったかなっていうところです。はい、エルちゃんということでですね、そろそろ行こうかなと、今日初詣初詣です。はい、毎年恒例の近所の神社やってきてます。それじゃあ行きますか。はい、はい、はい、配信してます。それか、じゃあキリトさんがこれ持ってもらってもいいですか。うん、キリちゃんが持ってよ。ちょっと向きを変えます。あ、違う、こっちじゃない。はい、これで変わるんで、まあそのあたりどっか持っとってもらうと、多分俺が映るの。あ、映った。
イエーイそんなんでいいのかないいよ、たまには。ちょっとですね、気分を変えたいんで、やっぱり初めて。はい、お邪魔します。お尻が去年もあったよ。去年もこんなの。去年も一発目はこれだったんですよ。でもね。はい。で、ここで一発目やってから、うちのチャンネルは始まるのね。そうそう。ですね。これ、聞こえてないですよね、いつも。どうですか、もういいんですか、うん、なんですか、加工品じゃないかな。はい、それ行こうと思ったんですけど、タイミングが今回本当逃しちゃって、まあやっぱじゃあここからいつものこの神社からやって、まあ後日また加藤神社の方行って、名物になってる武将のそのおみくじの過去に 2,3 回引いたはずなんですけど、同じ武将なんで、そろそろ中身がおかしいんじゃないかって突っ込まないといけないのかなっていう。はいさあじゃあ初詣やりましょうか。ちょっとこれ設置下に置きますね。近づいてみるか。初詣で大丈夫感じで。そうですか。おい。あれ、なんかあるのか。あ、終わりっすかね。終わりっすね、初詣で今日なったんで。あ、そっか、終了か。あ、終了っすかね。終了ですね。あ、終わり。あ、何願いましたか。安全第一。あ、喋ったから多分無理。安全っていうのは。どうすか、俺特に何も言ってない感謝の気持ちだけ伝えて終わりました。あと限定、あ、なんかリアルリアルそれちょっと
それリアルな話すぎません？もうクルタマプロデューの限定してエルちゃん、あれ終わりっすか？終わりですか？今日もこれ終わりですか？どうですか？じゃあ飯でも食いに行きますか？飯食おう。飯、オッケー。何食うの？おじいちゃん腹減った。何食べるの？何がいい？みんなは何が食べたい？ラーメン、しょうがねえな。はい、ラーメン。これで終わります。すいません。また今年もよろしく。